県省、ポルタバ県の地図ポルタバ県は、定性ロシアの県である。1802年に蘇生された。1925年8月1日に、ウクライナソビエト社会主義共和国政府が、県を廃止し管区を、国の地位の行政区画としたことにより消滅した。県とはポルタバ。ポルタバ県は、1802年に小ロシア県を、ポルタバ県とチェルニゴフ県に分割する形で、 形成された。小ロシア県時の10軍に加え、県成立時に設置されたコンスタンチノグラード軍とミルゴロド軍、またこの翌年に設置されたゼニコフ軍、コベリャキ軍、ロフビツァ軍の15の軍が、回区軍として置かれた。1920年まで15軍体制が存続した。1920年、新たにクレメンチュグ県が設置されると、クレメンチュグ軍、ゾロトノシャ軍、 ホロル軍がクレメンチュグ県に移管された。ただし1922年にクレメンチュグ県は廃止されたため、上記の3軍は再びポルタバ県の管轄となった。また、1921年にペレアスラフ軍がキエフ県に移管された。1923年、ウクライナソビエト社会主義共和国は行政改革を行い、県の海区分の軍、 さらにその階区分の佐藤、管区と地区にそれぞれ改変した。ポルタバ県内の群は7つの管区に整理され、各管区は9から17の地区を管轄した。さらに1925年には、同国は県を廃止したため、ポルタバ県は消滅した。3.06、1925、税、86、1890から1907、税 ABC、ウィークリー、 1897ゼーイゲタサダイヨシ編混載スロア辞典賛成堂2009年 P87 ウィークリー1897ゼーゼ50ありがとうございます